はい、皆様こんにちは、サソリコウモリです。前回の続きからやっていきます。戻ってきましたが、またガチムチがいますね。あー、ワンリキヒーローが死にそうやな。バリバリバリバーボー。うわー、ケタグリは相手の重量が重ければ重いほどダメージリレートが上がっていくから、それがいいのね。いや、かったらまたバリバーボー出して、バリバーちゃんはヒーロー出して、まあモグラにチェンジ。あとは穴を掘る。バシーンと決めてみた。いいね、モグラのレベルも上がった。イワークって育ててたら地面タイプの技覚えるかな。ヒーロー。あー、ナロイドヒーロー。よし。続きからやっていこう。ああ、ここはなんかあるな。またガチムチが、この長いトンネルを抜けるつもりか。やろうとかしようと思っていた。ヒーロー。バリバーベーブ。できるだけストレスなく進めたいから、つどつど早送り機能を使ってるけど、待てバリバリにチェンジ。バリバーボー、九州に当たらないでくれ。当たるな、効果抜群だ。バリバリのレベルでやがって、ヒーロー。体力が良かったらな、全然ソニックブームで戦う。パン、シパン。オッケー。ヒーローのレベルも上がったな。ヒーローは一体いつになったら自爆を覚えるの？時間がないな。それではまた次回。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。